交代を推進するために不可欠なのです。世界最大の発電途上国として中国は世界で最も集中的に二酸化炭素の排出量を削減し、大国としての責任を果たすために最も短期間で二酸化炭素の排出量のピーク時からカーボンニュートラルへと移行を達成することになるでしょう。充分体现了负责任大国的担当。共産党大会の最終日22日に党規約の改正案が採択され、およそ200人の中央委員と共産党指導部の中核となる政治局員25人が選ばれ、23日には党の最高指導部政治局常務委員の常務委員の新たな顔ぶれが明らかになります。中国ではまだ新型コロナウイルスの感染拡大が収まっておらず、中国の大都市西安市では一部地域で移動制限が導入されることになりました。2300万人の住民の一部が少なくとも1週間自由に動けなくなります。市全域の移動制限が実施されるという噂がインターネットに広がったため、市民がスーパーマーケットで職人の買いだめをしました。制限が厳しくなるのは西安だけではありません。上海や鄭州などでも制限が厳